もっと PR すればいいのについに始まったって感じですよ。いやいや全部できるかそんな。ざわ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 させる。広報流メインパーソナリティまずはご紹介したいと思います。元テレビマンで現在は PR 会社加圧メディアワークス代表としてご活躍中の、はい、私の正面どうも村上隆でございます。よろしくお願いいたします。ちょっとテンション違うけど僕メインパーソナリティなんですか。そうですよ、姉さんじゃないですか。アンド、まあ、姉さんね。あ、まあ、ですよね、はい、はいはい、まあ、でもアンド添え物程度でメインに入るような男じゃないですよ。見てくださいこの面を。いやいや帽子お似合いですよ、とっても。そうですか。ですね、ちなみに姉さん、広報流ってどんな番組なんですか。あれ私私に聞くのか。交流はね、まあ、あの世の中に会社の、まあ、企業個人含めてですけど、広報って名の付くご仕事されていらっしゃる方すごくたくさんいらっしゃると思うんですけど、実際広報の人ってどういうあの、まあ、キャリアのもと広報というお仕事に就いたのかとか、実際どんな具体的なお仕事をしているのかとか、社会的な役割を、ね、担っているのかってことって意外と知られてない、うんうん、まあまね、目指す人は多いんですよ。目指す人はすごく多いんだけど、ね、多分知られてない、うんうん、だからそういう方々の、あれですよね、広報担当者のための、うん、もう専門番組。そうですね、そうですね、うん、いや本当にね、20年前とか30年前にあったらな、もうどんなに良かったかって思います。そう、ちなみに姉さんは元広報だったっていう。そう、まあ本当にね、中小企業ですけれども、うん、いやいやいや、ね、もう経験者にしかわからない。でもう聞く人も、もう広報の担当者だけにしましょう、聞いてもらうのは。残りの人聞かなくていいと思う。もうコアなね、広報の話ができればね。そう、でもね、そういうコミュニティって絶対必要だと思うし、そうですよね。できればそこがあれば、もっともっと多分あのベースアップだったりボトムアップができていくと思うんでね、うん、ぜひそんなあの役割も担っていきたいなというふうに思いますけどね。ねほりはほり今日もちょっと聞いてきますか、ね、聞いちゃいましょう、テクニックを。そうですね、まだもうツルツルの状態のもう何もないところに来ていただくこの度胸、ね、でもね、だからこそこの方なんだなっていうのは、私先ほど打ち合わせをあのやらせていただいて本当に思いました。今日はとってもさ楽しみな30分盛りだくさんです ね、お届けしてまいりましょう、はい、ゲストさんご紹介しましょうかね。はい、本日の記念すべき最初のゲストです。ウェイングループなどの広報を担当してくださっております滝本ひろ子さん、よろしく、滝本です。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。ようこそ。ようこそ。広報流へ。すごい、本当にね、ついに始まったって感じですよ、もう広報流が。いやいや、限定公開かなと思って。まさかね、まさかのね。電波にどんどん乗っちゃってるとはもう。そう、あの、ダダ漏れですよ。ね、びっくりしました。まあ、今メインでウェイングループっていう、うん、サッカーのですね、本田圭佑さんだったり、うん、とネスレ日本代表の高岡さん、うん、あと、投資家だったり、うん、あのスタートアップ界隈で有名な溝口さんが作ったウィンっていう会社がありまして、うんうん、そこがですね、ファンド機能と自分たちで行う事業と、うん、あとは投資家先さんへの3つの軸があるんですけれども、はい、それぞれに対して広報とかブランディングを行っております。だからウィーンっていう会社自体の広報だったり、投資先企業さんの広報だったり、あとは自分たち事業もやっているので、それに対して の広報をやっていると。ですごい大事なのが、その3つがバラバラ のイメージだったりブランドにならないように、ちゃんとコミュニケーションを統一させて、まあ、ブランドイメージ作っていくみたいなお仕事をさせていただいております。まあ、なんと複雑なことやってらっしゃるでしょうちょっと、ね、分かりづらいですよね、すいません。でも、いや僕そのニュースは拝見してたんですよ、うん、ありがとうございます。記者会見で、うん、まあ、それこそ本田圭佑さんとか元ネスレの高岡さんとか、ね、ピンクっていう、まあ、有名なスタートアップの溝口さんが代表の方なんですけど、うん、その方たちが集まって何やるんだろうなっていうような、ざわざわって感じだった。ざわざわっとしたものが記者会見の前からなんかあったんですよね。だからそれがこう記者発表されてニュースになって、でそうすると滝本さんがそこに絡んでるというか、そこの候補だったっていう驚いたんですよ。ありがとうございます。
いやでもさっきおっしゃってくださったのすごく嬉しくて、うん、あの発表会前から少しざわついてたっていうの、うん、それをすごくあの狙ってたんですよ。あの昔だったら発表会があるってなると、うん、記者発表会まではもう絶対に情報遮断みたいな感じだったんです。そうだった、そうだった、そうでした、うん、そうだったんですけれども、そうですよね、本当にそう。でも今は、まあ、あのツイッターだったりフェイスブックみたいな SNS もありますし、あのだんだん今ってあの発表会がのところに、まあ、あの盛り上がりの頂点を持っていくために、うん、だんだんちょっと匂わせ的な情報をちょっと小出しにしてですねおやおやってやつですよね。聞きました、このざわざわさせるみたいなまさにざわついた、そのうちの民衆の一人ですよ。ありがとう、それがすごい嬉しかったです。今あの届いたと思って、ね、さらっと聞いちゃいましたけど、それ本当マル秘テクニックですよね。いや、マル秘テクニックですよね。すごい大成功だ。じゃあ、いや本当そうだと思います。いやでもあのすごい嬉しいです、早速出ましたよね、番組冒頭からこんな、うん、あ、そうそうなんか聞き出そうと思ったらもうね、こぼれ出ちゃってすごいなと思いましたよ、ね、あれは。どう考えてます、スタートアップの候補は。スタートアップ、そうですね、スタートアップさんにとっては候補とか知財ってすごく大事で、あのスタートアップ、あの例えば大企業であればもう確立したブランドだったり確立した製品っていうのがあるので、この製品はあの今度こんな新しい機能がついたよとかっていう形でお話しすると、大体みんなあーって、うんうん、マクドナルドのなんか月見バーが新しいの出たよって言われたらあ、それねってわかると思うんですけれども。そうですよね、そうなんですよ。でもスタートアップのなんかあの X バーガーとか言われてもよくわからないみたいな、なんだろうそれみたいな、うん、であのただ X バーガーが何かわからないのに、それをあのその X バーガーを持って世の中からあの投資を受けたりだとか、あと今度売るからちゃんと買いに来てねみたいなコミュニケーションしなきゃいけないわけなんですね。そうすると信頼だったりだとか、このバーガー大丈夫なのかな、本当に美味しいのかなっていうところの信頼を担保するために、あの例えば新聞で紹介された、テレビで紹介されただったり、あとあのツイッターで話題になってるとかですね、そういうコミュニケーションのがあの信頼を担保する。なのでその PR っていうのが X バーガーが世の中に出る前からあのできているとすごく、まあ、率直に言えば売りやすいかったり、ブランドにファンがついているっていう状態なので、スタートアップにこそあの PR っていうのすごく大事だと思ってます。なるほど。でもまあそうですよね、そこが第三者が評価してくれて記事になったりとか、まあ、要はツイートしてくれたりだとか、そうそう、第三者ってとこがすごく大事ですよ ね、うん、すよね。自分たちでいくらいいよって、そうそうそう、美味しいよ X バーガーって言っても期待値が全然違いますもんね。独立されたそのきっかけとか、はい、うん、そうですね、会社をあの、まあ、前職はソフトバンクっていう会社だったんですけれども、まあ、そこであの新規事業の開発もやらせていただいていて、でその時私あのスタートアップさんと一緒に何かやりたいなと思ってたんですね。でもなかなかあのやっぱり大企業の理屈とスタートアップの理屈っていうのを組み合わせるのが難しい部分もあって、でだんだんただあの大企業でいると、うん、あの優秀な人もいるしリソースもあるしいっぱいあるんですけど、スタートアップさんで見ると先ほど申したようにもっと PR すればいいのにとか、もうちょっとこの知財とかでも、うん、やうまくやればいいのになって思うことすごくありまして、うん、そっちを手伝いたい気持ちがすごく強くなって独立したっていうのが、そこが先だったんですか、はい、スタートアップを PR していきたいっていうのがあっての独立だった、うん、そうですね。特に僕も、まあ、スタートアップにこそ広報とか PR が、ね、必要ですよね。そう、重要だと資金も必要だしね、思ってる派というかそうだと思ってて、そういった意味では竹本さん今複数のスタートアップを、あ、今抱えてらっしゃるんですか、あの広報やってらっしゃるっていうところで、なんかちょっとその中でも、うん、なんかこれ面白いぞみたいなスタートアップとか言えます、うんあ、すいません、いきなりこんなこと言っちゃって言える範囲で言える範囲でなんかこういうところ面白いよみたいな、あのスタートアップさんって今のスタートアップさんってすごく、あの私たち私が若い頃と全然違うのは社会に目が向いてるんです。社会課題を解決しようとしているところが多くて、そういう意味だとあの面白いところはいっぱいあるんですけれども、まあ、あのこういう広報っていう文脈で面白いのがあのサイカっていう会社がありまして、でそれがあの何をしてるかっていうと、あの広報でもそうなんですけれども難しいのが効果測定、
この広報をやったからどれだけ効果が出るのっていうのがどうしてもやっぱついて回ると思うんですね。先ほどあの社内の中であの理解者がなかなか得られないっておっしゃってたかと思うんですけど、そこが本当にあのじゃ あ, あの100万円広報にかけたらどれだけあの効果があるのっていうのを出しづらい分野だと思うんですよね。出しづらい、これはなかなかね、だから理解が得られないんだよね。そうなんです。それはなぜかっていうと感情が、広報がやってるのは感じ、人の感情を動かしてそれを行動に結びつけるっていう仕事なので、感情を測るってことってできないから。なるほど。ただサイカっていう会社はそこを今やろうとしていて、例えば脳波だったり、あとあの人があの購買するところ の, あのデータ分析、脳波分析とあのデータ分析を掛け合わすことで、何がきっかけでだったり、何がどんなクリエイティブだったら心が動く、感情が動くのかっていうことを、あの統計学をもとにやろうとしている会社があるんですね。要はそういう効果測定ができるようになる、感情の効果測定っていうものがしやすくなる、角度が上がるっていうことをやってる会社があって、そこの PR はすごくやっぱりやってても面白いです、すごい。あと今の時代でいくとやっぱりあの、まあこういうあのなかなかストーンに出れなくなってコンサートとかもできないっていうことで、やっぱりあのエンターテインメントをリクシブっていう会社があるんですけれども、あのコンサートとかあのをあのオンラインですごく楽しく見れるような、はい、仕掛けをやっている会社があって、そういうなんかエンターテインメントがあの普段だったらあのこういう感じで、ファンの人がわーってやれるのを、オンライン上でも簡単にやれるっていうか、オンライン上参加できる。そうです、オンライン上であの、まあ、憧れのアーティストさんとかと、まあ、参加しながらあのライブとかコンサートができるみたいなソフトを作っている会社、リクシブさんっていうところがあるんですけど、そういうのもすごい面白いな、面白い、そう今ぽいなと思って。それってそのコロナ後から出てきたスタートアップなんですか？コロナ前からなんですよ、これは。それすごいですね。そういうそのオンラインでライブを楽しむって、結局このコロナで当たり前にっていうか、そうせざるを得ないから、致し方なくっていうことかと思いましたけどね。ところだと思うんですけど、そんな時からそんなオンラインですごくないですか、そこ。そう面白いなと思いまして。だからスタートアップってすごいよね、もっと本当は世に出ていいものってたくさんあるんじゃないですかね。本当に面白いのもいっぱいありますね。ね、今ちょっとお話の中で知財っていうお話が出たんですけど、広報と知財っていうのは結構一緒にお仕事されてる方多いんですか？広報、あの、まあ、大体分かれることは多いんですけれども、ただあの例えば今あの先ほどの例で出させていただいた X バーガーっていうものが、あの今度商品ができますってなった時に、X バーガーっていう名前があの今度は商標っていう知財でいくと、あの X バーガーをあの自分たちの商標ですと自分たちしか使わせませんっていうための商標っていう権利があるんですけれども、それあの X バーガーを世の中にあの広めるっていうのが PR であるとするならば、 X バーガーっていう名前を守るのが商標っていう知財のお仕事になって、じゃあすごく近いんだ。密接に、ね、連携してんですよ、じゃあ一緒に仕事ができるってことは結構やりやすかったり。そうですね、知財の知識と PR の知識を持っているとタイミングよく知財が取れたり、タイミングよく PR をするっていうことが、あの可能になります。なるほど、そうだから滝本さん の、あの紹介でまだ言ってないんですけど、滝本さん自身が弁理士さんなんですよ、はい、そう弁理士って皆さんご存知ですかね。いやなかなか、ね、ちょっと聞きたい、ね、特許を申請する人で会ってます、おっしゃってます、特許の特許の、そうです、大体そんな、あの大体あのそうです、本当会ってます。それをご存知いただいてるだけですごいと思っちゃう。周りにも自分の周りにもね、弁理士の方ってそういないでしょ。いやさっきねちょっと話してた、私人生の中で一人しかいなかった、今まで弁理士さんっていう仕事二人目いらっしゃいました。それすごい、そう二人目なんですよ、ね、弁理士の方。私も二人目。あ本当ですか、でも、ね、逆にすごいです。いやさらに弁理士かつ広報 PR してるっていないです、ね、いないですよ、いないです、この日本に。だからすごい専門知識を2つお持ちでいらっしゃるっていう、それが滝本さん、そうですよね、滝本さんが目指したスタイルなんですか？目指したというか、もともと PR の代理店におりまして、はい、であのちょうどですね、あのすごい大企業さんが、大きなブランドを
作りますと、店舗もたくさん作りますと、で新しい事業なので名前を作りますと言った時に、あの、まあ、私直接関わってなかったんですけれども、その名前が実は他の他社さんが取ってたってことが後で分かって、そうなんですよ、大変なんですよ。そうすると店舗の名前なので全部やり直しなんですね。怖い。そうす、本当に億単位のお金が損失で出てしまったっていうことが、あの、まあ、ちょっと痛いね、それは痛い。そうなんですよ、見てまして、はい、これはまずいの。あの、ちゃんとあのそういう商標とかも調べてやらないといけないんだなっていうことを学んだので、で、あの、ちょっと勉強するようになったっていう感じ。じゃあ、社会人になってから勉強し始めたんですか？そうです、社会人になってから私は弁理士というものを知りました。すごいですよ。いやいやいや、だってなかなかそんな働きながら取れるもんじゃないですよ。国家試験ですよ、すごいエピソードですねこれ。すごいですよ、だってそんなことができるんだね。え、ちなみに弁理士の合格率ってどれぐらいなんですか？どうなんですかね、私がでも受けた時 7% とかじゃないですか。100人受けて7人っていう、そんなことができるってすごいですね。働きながらですもんね。そうですね、あの、ただ本当にあの私2回受けたんですけれども、2回目はあの最後の半年はもう休んでました。あ、集中して勉強するために、うん、それだってもう、あの、弁護士と一緒で六法全書みたいなのももう全部暗記ですね。いやいや、全部できるかそんな。そう、一語一句暗記しなきゃいけないんですよ、しかも。本当ですか、うん、なんとかですとだを間違えちゃいけないみたいな。なんでやねんって未だに思いますけど。すごい。なんでそれが必要なんて未だに思いますけど。そんなことをクリアした PR パーソンなんてこの世にいないですよ。初めて、いやいやいや、光栄です本当に。光栄ですよね、こんな、いきなりね、パイロット版にこんな大スターを呼んで本当いいですかね。本当だよ、本当にいい、ね、ありがとうございます。あの、親が聞いたら喜ぶな。いや、でもそれはすごい。あの、さっきちょっとお話してたんですけど、私も広報少しやってる時に、本当に広報って会社の中で孤独で、で一人しかいなかった組織だから、うん、もうどこ見てもなんか誰も理解してくれないっていう、だからそういう方々や、まあ、本当道しるべになるようなね、滝本さんの方々がいらっしゃったらね、もうちょっとなんか違ったなって今思い返して思いますけどね。いや、でもそうですよね、うん、広報って僕も未だにもうそのテレビマンをやってその後広報で、うん、まあ、14年ぐらい経つんですけど、うん、広報を一言で説明しろって言われても結構難しいです、未だに。そうよね、難しいですよね。ですよね、広報の業務を説明してくださいって言われたら、うん、なんて答えます？広報、まあ、でもただあの広報は PR でパブリックリレーションです、うん、っていうことは製品やサービスじゃなくてコミュニケーションの力で世の中にポジションを取りに行く仕事ですっていう説明をしてます、ね、かっこいい。メモメモメモ、ね、出てきませんよそんな。皆さん、世の中の広報の人ね。いや、でも広報の人、広報のいいところって、うん、なんか新しいものに携われたりだとか、うん、好奇心が強い人とかにはすごく向いてるんだと思うんですね、うんうん、そう思います。いろんな業界のいろんな課題を見て、うん、それをあの PR の力でどうやって解決するかっていうことなので、うん、すごい好奇心が旺盛な人にはもう飽きないっていうか、うん、いいですね。なので、あの、ただ一方で先ほどおっしゃったみたいに、一、うん、人広報さんで悩み抱えていらっしゃる方もすごく多いので、うん、じゃあどうやってあの経営に広報として貢献できるかみたいな、うん、あの、まあ、事例として共有したりとかするコミュニティがあるとすごいいいなと思います、うん、もうね、僕が言いたいこと 100% 言っていただきましたよ。もうね、もうすごいですね、僕以上に言ってくれましたよ。そんな、どうする来月から来て。いや、本当にここに座ってたら首ですか、もういきなり僕。いきなり首、あ、もう首、プロデューサーから首が出てます、もうバッテンだって出てます本当に。そして広報担当者、相談すれば知財もいけて、ね、広報もいけるって、うん、なかなかね、やりましょう、もうやりましょう、いいね、うん、決まった、これ来年広報流のスタンスがね、いや、決まりました、広報流のスタンス。え、もういきなり仲間に聞こうって。いや、こういうことなんですよ。僕もね、前回こういう感じだったんですよ。確かに、ツルツルです。これがツルツルのいいとこだから。ね、ほら、村上さんもあっても、もうお話もっと聞きたいんだけど。いや、本当だ、本当に時間がね、まとめにかかんなきゃ。そう、さっき、はい、この番組広報流っていうのは、うん、あの、滝本さんだけの広報の流儀というか、うん、これだけは譲れないっていうところを最後お伺いして、うん、終わりにしたいなと思うんですけど、うん、
あります？なるほど、そうですね、あの、まあ、広報はまあ繰り返しになりますけど、その経営にいかに貢献するかっていうための、まあ、言ってしまえばツールの一つなので、絶対心がけているのは広報のための広報はしないみたいな、まあ、話題作りのための話題作りはしないって、いかに、まあ、あの会社だったりみんなの思いをあの達成させるために、まあ、どうやって PR するかなっていうところを考えるように今しめてます。ものすごい反省します。現れたでしょ今ね、心が現れてる顔してた。いや村上さんにも教えていただいたことのような気がしますけどね。いやこんなすごいもうすごいお叱りを受けたような、よくよく洗礼を受けましたよ。響きました、本当にね。いい番組ですよ、そうよ。こんないいことをやっぱりそこ原点ですよ ね。本当に素晴らしいお話を今日はありがとうございました。限られた時間でまたぜひね、またぜひご一緒できますように。本当に今日本当パイロット版なんで、うん、正式スタート1月から、うん、からそうなんですよ。ゼロ号ゲストであり、はい、もしかして1号ゲストの竹本さんかわかんないっていう。万歳してます、プロデューサーが。楽しみにしてますね、本当にね。楽しみです、はい、もう本当に素晴らしいコミュニティ作りにまたね、つながっていきますように。来年1月、またスタート日とかご案内いたしますけれども、1月から、村上アンドミッチーナーでお届けしてまいりますので、はい、皆さんぜひ応援をよろしくお願いいたします。広報流よろしくお願いします、はい、本日の広報流ゲストは滝本ひろ子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。